はじめまして、株式会社 DeepX の那須と申します。2016年の4月、私は技術系戦略学専攻の博士課程1年の時に DeepX という会社を創業し、現在代表取締役 CEO として会社経営をしています。DeepX ではあらゆる機械を自動化し、世界の生産現場を革新するというミッションを掲げて活動しています。日本ではここ30年経済成長があまりなされておらず、失われた30年と言われています。また少子高齢化によって20年後生産年齢人口がこれから2割ほど減ると予想されており、このままでは失われた30年に加えて40年50年と積み上げていきかねないというふうに考えています。そうした課題を解決するにはどうしたらいいか。創業当初、私は松尾研究室で AI の研究をしておりまして、それを何とかして活用できないかというふうに考えていました。そこで日本の強みであるものづくり産業、ハードウェア技術を AI でレバレッジし、国内の人口動態に起因する課題を解決し、世界にチャレンジする。そういうことがもしできるのであれば、そんなにすごいことはない。そう感じて、あらゆる機械を自動化して世界の生産現場を革新するというミッションを掲げる、この会社を創業しました。振り返ってみれば、これまで難しいことや苦しい局面に何回も遭遇し、これからも遭遇するというふうに思いますが、企業の良さは、自らの責任で自分の信念に従って自分の道を行けるということ。そして、その過程でいろんな経験や知識、人とのつながりを得られることなのかもしれないというふうに最近感じております。もし皆さんが起業するかしないか迷われているということであれば、安易に起業することは忘れません。ただもし本当にやりたいこと、世の中に納得していないこと、自分の人生をかけてもいいと思えることがあれば、その時は信念に従って新しいチャレンジをしましょう。ありがとうございます。